皆さんこんにちは、受験合格コピーの二宮です。今日もですね、親としての中学受験についてお話をしていきたいと思うんですが、今日はですね、ちょっとシーズンとしては少し早いんですけども、お正月のね、まあ、元旦の湯島天神っていうね、それをテーマにね、お話をしてみたいと思います。まあ、親としてのね、中学受験ならではのテーマになるかなっていうことで、ちょっと早めの時期にね、あえてお話をね、してみたいなと思って、今日はね、そのことをテーマについてお話をしてみたいと思います。で、まあ、6年生がね、やっぱりメインになってくるかもしれないんですけども、まあ、5年生以下のね、親御様も、まあ、普段行ったりとか、逆にね、こう受験を迎える時の湯島天神って実際どうなんだろうかってね、気になる方も多いと思うんですね。なので僕自身が、まあ、親として中学受験やっていた時に、実際今行った時のね、お話、まあ、おすすめなのかどうなのかっていうこともね、含めてちょっとお話をしてみたいと思います。で、ちょっと本題に入る前にね、今日ちょっと一つね、皆さんにおすすめしたいもの、まあ、ご紹介したいものがあってね、お話をしてみたいと思います。手帳なんですけど、まあ、こちらですね。アナログママさんっていう方がね、作ってらっしゃるんですけど、受験ナビ手帳っていうのがあります。まあ、受験専用の手帳っていうもので、ご自身がね、こう、親として中学受験やっていた時に、こういう手帳がね、あったらよかったんだよなって思ったことを、考えてね、作ってるものなんですよ。で、毎年毎年ね、こう、使ってる方の、レビューなんかというかね、それをヒアリングして、どんどん改良されてるものになってるんですけど、まあ、我が家もね、これ実際使ってたんですけど、受験をね、まあ、お子様の受験がある、ご家庭にはね、非常におすすめ、使いやすいので、ぜひね、来年手帳買おうかなと思ってる方は、これもね、候補の一つとして、まあ、というか、むしろこれをね、使ってみるのはいいんじゃないかなと思います。まあ、手帳ね、こう、何が受験専用手帳かっていうと、普通のね、カレンダーの他の後は、まあ、塾とかね、習い事の絞り込みリストっていうのがこう出てたり、まあ、家庭教師の情報とか塾の情報を書く欄、まあ、あと学校面談とか塾の面談を書く欄、あと合同説明会とか学校説明会について書くページが続いて、あと学校見学ですね。学校見学に行って、で、その下には、学費をね、一覧としてこう、かける項目がこうあるんですよ。だから学校ごとにね、こう管理ができるようになっていて、あとは実際のね、受験スケジュール、志望校の管理だとか、受験候補のね、リスト、あとはね、本番の、宿泊先とかですね、面接がある場合に備えての面接対策のページだとか、あとは、受験が終わったらやりたいことリストとかね。まあ、そういったこと、あとはね、受験に関するちょっと口情報みたいなのがここ書いてある手帳になります。これ我が家も、使っていて本当にね、おすすめなのでね、まあ、来年度版が出てるんで、ちょっとね、ご紹介させていただきました。ちなみにね、うちは、こう、いろいろね、スケジュールやってると、埋まってくるんで、そのね、スケジュールをね、結構コピーして、壁にね、貼ったりとかっていうことをやってる時もありました。まあ、コピー機はね、ちなみにそういったことにも使えるので、ぜひ今日最初の宣伝になっちゃいますけど、コピー機のレンタルをね、ご検討いただければと思います。ちなみにコピー機ついでね、一つだけお話しするとね、コピー機ってね、いろんなことに使えるんですよ。こう家庭学習に使うものをコピーするっていうのは当然やるんですけど、例えばね、こう、学校案内のをこうもらったらね、それ、校章とか学校が写ってたりすると思うんですよね、表紙が。それもね、コピーしてこう貼り出すっていうのも、目標ね、毎日確認するっていう意味では結構効果があるかなと思ってます。実際ね、うちも、家庭学習するときにはこう壁にね、それ貼ってましたし、息子が寝てる部屋にもね、それこう貼っていたんですね、コピーして。息子の部屋ってあんまり僕入ることないんですけど、寝てるときにね、パッて入ったときがあって、そしたらそこにね、なんか棒人間みたいな絵が描いてあったんですよ。ただこれなんだっていうふうに聞いたら、それはね、来年入学してる自分だよっていうふうに子供が言ってて、わざわざね、こう、自分で書き込んだんだなって可愛いやつだなと思ったんですけど、それぐらいやっぱ毎日ね、こう、目標を目にするって結構大事なので、まあそういったことにもね、コピーなんか使っていただければと思います。ドラマなんかでもよく営業マンがこう、営業成績張り出してますけど、あれ張り出してあるからこそやっぱ成績ね、取らなきゃっていう意識が上がってくるっていうのもね、同じような効果なのかと思うんで、ぜひね、そういった目標なんかをコピーして貼り出すっていう分にも、コピー機をね、使っていただけたらなと思います。まあ、ちょっと前置き今日いろいろあって、こう長くなりましたけど、では早速、
元旦のね、湯島天神というものについてお話をしてみたいと思います。親目線でね、こう話せる機会ってなかなかないのかな。ブログとかでね、湯島天神について書いてる人とか、まあ、普通のね、一般的な情報しか出てないんで、ちょっとリアルなお話をね、今日は僕からしてみたいと思います。まずね、元旦ですね。元旦に関しては、朝早くにね、やっぱり行きました。まあ、並びたくないっていうのとね、風邪をひきたくないっていうのがあったんですけど、時間としてはね、朝の6時ぐらいに行きました。さすがにね、6時ぐらい、まあ7時だと混んでる可能性やっぱありますよっていうふうに事前にちょっと聞いていたので、まあ6時に行ったんですけど、さすがにね、6時に行けば、並ぶことなくね、一応ご祈祷っていうのにお願いをすることはね、できたように記憶しています。だからまあ毎年ちょっとね、変わるかもしれないですけど、さすがに6時だったら大丈夫かなっていうのが一つのね、目安になってくるんじゃないかと思います。で、まずね、こう受付をして、中にこう入るとですね、まあ専用のね、絵馬をまずいただけるんですね。で、通常の絵馬っていうのは、こう裏というか書くところって何も書いてないと思うんですけど、書く欄がね、こう枠がこうしっかりこうできてるんですよ。まあ、住所を書く欄と、名前を書く欄と、あとは受験校を書く欄ですね。それがまあいくつか書けるようになってるので、まあ準備する最初でね、そこでこう記入をして、それをお渡しして、それからね、こう本堂に入っていくっていうのがね、湯島天神のご祈祷っていう感じでした。まあある程度一回でね、何十人っていうふうにまとめてやる風になってるんですけど、大学受験を目指してる方がね、2人か3人ぐらいいたかなと思うんですけど、あとはね、全員中学受験でしたね。2、30人が1回だったかなっていうぐらいの人数だっていう記憶してるんですけど、ほとんどがね、中学受験だったので、やっぱり皆さんね、行く方多いんだなっていうふうにその時はね、思いました。で、まあ寒い中ね、ちなみにマスクし、必ずね、していくようにしてくださいね。で、すごい寒いんですけど、まあ、子供がね、前の方にこう行くんですよ。で、まあ大人はちょっと後ろの方で、待機というか一緒にね、まあ正座をして、参加するっていう感じになるんですけど、まあ最初にね、絵馬にこう住所とか名前とか受験スケジュールっていうのを書いてあるので、一人一人ね、それをこう読み上げていただけるんですよね。で、合格できますようにとか、こうみんなそれぞれこうずっと手を合わせてる感じなんですけど、非常にね、こう、シーンとした、まあ冬なんでね、ピーンと張り詰めた空気っていうのもありますし、元旦のね、空気っていうのもありますし、受験直前の空気っていうのもあって、非常にね、張り詰めた空気ではあるんですけど、まあその中でね、一人ずつこう読み上げられていくんですよ。僕もこう、やっぱり子供のね、合格を願っていきましたし、心境としてはまあ、合格させてくださいっていうよりも、やっぱ当日に、いつも通りのね、心境で迎えられるようにしてあげてくださいっていうようなことを僕は強く思ってたかなっていうふうに、記憶しています。まあ、正座してね、こうずっと頭をお下げくださいみたいな形でずっと下向いて目をつぶってっていうふうにやってるんですけど、まあ、ただちょっとね、これ不謹慎な話になってしまうかもしれないんですけど、自分の子供はね、いつかいつかなってこう待つんですけど、やっぱりね、こう、受験のそのスケジュールってものすごく気になるんですよね、他の方の。っていうのは、1月何日、境東中学校、みたいな感じで、あと1月何日、市川中学校ってこう、全部ね、読み上げるんですよ。2月1日、早稲田中学校、2月3日、早稲田中学校、みたいな。あ、この子、早稲田が、うん、早稲田志望なんだな、頑張れ、みたいな。2月4日、芝中学校って言われると、芝多いな、とかね、そういうことばっかりなんか自分は、気になっちゃって、いや、いかんって、こんなこと考えてちゃダメだと思うんですけど、やっぱりね、こう読み上げられるたびに、あ、ってことは平板校こっちかな、とか、本命はどこなんだろうな、とかっていうことばっかりね、ちょっと気になってしまうっていうのが、実際ね、ちょっと正直ありました。で、これちょっと一つね、プチ情報っていうわけじゃないんですけど、もしね、こう、知り合いの人とか、顔見知りの人がね、いたとすると、まあ、全部ね、バレます。なのでそこはちょっとね、どうしたもんかなっていうふうに思うかもしれないですね。たまたまというか僕は全然知り合いらしき人はいなかったので、何もね、そのあたりは気にすることはなかったんですけど、事前にね、そういうことは知らなかったので、まあ、もしその、お住まいの地域で、すごく受験熱がね、加熱してるような地域だと、同じような時間帯にね、二人三人知り合いの子がいるっていう可能性もあると思うんですよ。その場合には、ちょっとね、そういう状況になるよっていうことだけは、覚えておいてもいいかもしれないですよね。
で、実際いかんいかんってなりながらも多分ね、皆さんそうなっちゃうと思うんですよ。まあ実際僕もね、そんなこと考えちゃいかんわっていうふうに思いながらね、終わって出たらね、嫁さんに、いや、こんなこと考えちゃって、併願校どこだろうなとか、芝が多いなとか、早稲田が異常に多かったなとかね、そんなことばっかり考えちゃってたんだよねって言ったら、嫁さんも私もって言ってたんで、多分ほとんどの人そうなっちゃうかもしれないんでね、さっき言ったようにちょっと時間帯のズレとか、そのあたりね、しっかり集中して、頭を下げてね、参加していただけたらなっていうふうに思います。で、それが終わるとね、まあ、外出店が一応あるんですけど、まあ、さすがに朝6時過ぎにね、ご飯なんか食べようかっていう気にはならないんですけど、一応ね、だるまがそこでね、売ってたんですよ。なので、合格だるまは、買いました。で、まあ、これね、諸説とか、まあ、だるまってどうしたらいいのかって、いろいろ場所によってもしかしたら違うのかもしれないんですけど、子供はね、こう、真剣にね、売ってくれてる、売ってるお兄さんの話聞いてたんですけど、まあ、白いね、まあ、白目が2つこう、だるまありますよね。で、まず最初は、こう、黒目、まあ、白目がね、見えなくなるぐらいに片方の目を真っ黒に塗ってくださいっていうね、話がそこあったんですね。まあ、それは、回答用紙をね、空欄が出ないように当日本番すべての問題に書き込めるようにっていうね願いがそこにも一緒に込められてますっていうの話とかも教えてくれたんですけど、息子はねすごく真剣にその話を聞いていて、何日前になったら自分がね合格したいっていう学校の学校名を書いた紙をねだるまのこの下に入れて、それね飾っておいてくださいっていうようなことをね教えてくれて、だるまだからそれだるま買ってよかったなと思うんですけど、実際ね真剣に息子は学校のことをね、書いて、だるまに入れてね、しっかり飾って、それ今でもうち、置いてあるんですけど、そのだるま。まあ、だるまをね、それで、最後買って、一応帰ったっていうのがね、元旦の湯島天神の話になります。まあ、ちょっとさ、途中ね、笑い話みたいなこと、ちょっとことしてしまってね、申し訳ないなっていうのもあったんですけど、まあ、結論としてですね、湯島天神ね、行ってよかったなっていうふうに思ってます。6年生なので、場合によってね、やっぱ大晦日に、塾があるケースとか、あと塾によってね、元旦も多分塾あると思うんですよ。だからスケジュール的にとか体調管理の面でね、行くか行かないかってね、こう悩んだ時もあったんですけど、やっぱり行こうと思って、行ったんですよね。で、実際その時間にこう行って、途中でもちょっとね、お話したかもしれないんですけど、気持ちがね、やっぱりすごく入試にね、いよいよこう向かっていく時が来たんだっていう風にね、親としても子供もね、実感できた、機会だったなっていうふうに思っています。で、多分、まあ見ていただいてる方がね、3年生とか4年生の親御様だとしたら、いつね、このまま本当にこう受験する日が来るんだろうかっていうふうに思ったりするときあったりすると思うんですよね。僕は結構ね、このまま受験と本当に来るのかなっていうふうに思ったときあったんですけど、いよいよ受験がここで年が明けてね、受験するときが来たんだっていうふうにね、気持ちが大きく高ぶるというか、息子自身も気合をね、すごく入ったっていうような感じがあったので、すごくこう、忙しい時期で、かつね、風邪も引きたくないですし、こう、インフルエンザとかがね、あったら困るなっていうふうに感じる時期ではあるんですけど、湯島天神ね、やっぱ行ってよかったなっていうふうに思ってるので、特にね、東京近郊の、結構遠くから来てる人もいましたね、泊まりで来てるんじゃないかなっていう住所の人もいたんで、遠くから来る人もいるかもしれないんですけども、行く価値はあると思います。まあ、価値って僕は言っちゃいけないですね。本当にね、おすすめです。なので、まあ、スケジュール管理というかね、なかなかあるかもしれないですけど、時間を作ってね、行ってみるのがいいんじゃないかな、っていうふうに思いました。まあ、ということでね、そんな感じで、今日はね、湯島天神、元旦の湯島天神ということでお話しさせていただきました。まあ、ちなみにさっきちょっと言い忘れたんですけど、それ終わってね、出た頃にはやっぱりもうね、並んでたんですよ。まあ、それが、あと何回目でね、こう入れるかっていうとちょっとわからないですけど、1回待つとしたら20分か30分ぐらい待つことになっちゃうので、やっぱり待ち時間だけはね、ちょっと避けたいかなって考えてる人いると思うので、できるだけね、やっぱ早めの時間がおすすめになるんじゃないかなっていうふうに思います。ということでね、今日は、湯島天神についてお話しさせていただきました。ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。これからもね、中学受験関連のお話、それとね、やっぱ僕自身がお話をしてるので、親目線でね、毎回お話をしたいなと思ってます。同じね、中学受験の親御さんが見ていただいてるこのチャンネルかなと思ってるので、親御さんにとってね、同じ目線でね、役に立ってればいいかなと思ってる情報を発信していきたいなと思います。ぜひね、チャンネル登録お願いいたします。それとね、コピー機のレンタル、最初にちょっと言いましたけども、受験生にとってね、やっぱコピーを使って家庭学習するっていうのはすごくね、効果があることなので、ぜひね、業務用コピー機のレンタルも
ご検討いただけると嬉しいです。ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。受験合格。